はい、こんにちは。速稼塾の久保です。まあ、昨日のことなんですけども、この記事にあるように、住信 SBI とか、一部銀行ですね、地方銀行でシステム障害が起きたということですよね。まあ、私の住んでいる中国地区でも、山口銀行とかがね、なんかこう、不具合が起きたということで、速報が入ってました。まあ、今では復旧してるそうなんですけども、この原因っていうのが、ここにありますよね。システム障害。日本 IBM のデータセンターに障害が起きたんではないかなってことですよね。で、これが原因のように思われてますけども、ちょっともうちょっと深く考えていかないといけないかなと。日本 IBM のデータセンターに障害が起きたのはなんでなのかっていうところなんですよ。まずは記事読んでみましょうか。ネット銀行大手の住信 SBI、ネット銀行や武蔵野銀行などの地方銀行でシステムトラブルが起き、ATM での出金やインターネットを利用した他の銀行への振り込みなどができなくなっていることが23日に分かったと。銀行各社が利用している日本 IBM のデータセンターに障害が起きていることが原因とみられている。で、短い記事で済んでますけども、ちょっと待ってよと。1ヶ月ほど前にも似たようなことがあったよねと。その時はある国からのハッキングが起きていて、そのね、データセンターが不具合が起きていたと。情報が盗まれそうになった、もしくはコントロールされそうになったところまでね、言い出す人もいましたけども、今回もですね、この銀行の仕組みが一時的にせよですね、止まると何が起きるかってことを考えると、まあ健全な送金ができなかったりとか、混乱が起きたりとかね、もっと言えばですね、どこが脆弱なのかってことが、まあ、これによってだんだん分かってくるんですよね。特に日本のこのセキュリティ、インターネットのセキュリティっていうのは、まだまだね、全然コストがかけられてないところなんですよ。で、専門家っていうのが非常に少ないところで、サービスっていうのは肥大化してるわけなんですよね。まあ、そうなると、例えばですよ、人口のものすごい多い国で、こういうふうなね、インターネットのセキュリティに詳しい人がたくさんいる国から、日本のこのね、システムを見たらどうなのかなと、すごく切り崩しやすいところなんじゃないかなと。ひどい時にはこの銀行の預金が、まあ、ゼロにされちゃったりとかね。データを消去するだけですから簡単なんですよね。それから、まあ、消去するだけではなくて持って行ってしまわれたりとか、この銀行っていうかね、経済が操られてしまうこともあるんではないかなと思うんですよ。まあ、この記事を読んでというかね、私がこの速報を聞いてすごくやばいなと思ったのは、これに対しての防御策を持てる人があんまりいないってことなんじゃないかなと思うんですよ。もっと言えばですね、こういうふうなシステムトラブルに対するサービスマン、こういうのにね、対応できるエンジニアっていうのが果たしてね、いつまでも善意で働いてくれてるかなってことまで考えちゃうんですよ。例えばね、スパイみたいな人がそういうところに入っていて、もしくはここで働く人がそういうスパイみたいな人に何か弱みを握られたりとかね、高額な報酬でそそのかされて何かをやってしまうっていうね、こんなテロみたいなことも起きてしまうんじゃないかなと思うんですよ。そうなんですよ。今回の動画のまとめになりますけども、テロっていうのはですね、何も爆弾を持って突っ込むことだけがテロではなくって、こういうふうな情報をハッキングしてしまうとか、金融を支配してしまうとかね、そういうことによって起きるテロっていうのもあるんではないかなと思うんですよ。それに対して私たちはあまりにも無防備なんですよね。本当にね、いろいろと気をつけていきたいなと。キャッシュレス決済も、それからね、全然ウォレットとかもいいんですけども、どうなんでしょうかね。現金っていうのもそれなりに、危険ですしね。私たちがだから経済活動を基盤に暮らしている以上、こういったリスクっていうのは365日、24時間、ついて回るってことなんじゃないかなと思うんですよ。想像してみてください。あなたの預金口座がいきなりゼロになっていたら、すべての銀行でゼロになっていたらどうしますか。それによってですね、いくら問い合わせても、いや、あなたの銀行の口座ゼロだからお金ありませんよって言われたら、途方に暮れちゃいますよね。いやいや、もっと悪いことがあります。あなたの預金残高が、いつの間にかですね、借金に振り替わっていたらどうします。全部マイナス5000万とかになっていてね。で、破産も許されませんとかになったら、もう一生奴隷ですよね。なんでこんな理不尽なことが起きるんだって言われても、抵抗できないみたいなね。そんなことが起きちゃったりとかね。まあ SF みたいな話ですけども、いや、怖いですね、そう考えると。私たちはだからね、自分の命ですら、そういうふうに経済に握られているのかなと思っちゃいますよね。まあだから陰謀論みたいなのが、まあ、後を絶たないんでしょう。陰謀論の中には陰謀じゃなくて、陰謀に見せかけた本物もあるかもしれないですけど、皆さんどうお感じになるでしょうか。